今回ご紹介させていただく資料はこちら、金子健太郎監視伊藤博文公の旧跡を忍びてという資料になります。金子健太郎は福岡藩士の息子でして、岩倉使節団に随行員として付き従いアメリカに留学します。そしてハーバード大学で学んだ後帰国をしまして明治政府に出資、伊藤博文やそれから井上小足、伊藤明治とともに大日本帝国憲法の起草に当たりました。そのため伊藤博文内閣が発足されますと、の商務大臣などを務めまして後年枢密顧問官などになった人物になります。この監視の隊としまして、この地で大日本帝国憲法の起草に当たった4人は今は2人しか生き残っていない。この監視が書かれた時点で伊藤博文と井上小足は、亡くなっておりまして、自分金子健太郎と伊藤明治しかもう残ってはいない。草むらを探して井戸を見つけたが、その井戸はもう苔むしていた。改めて伊藤公の偉業を思う。加藤陳治府長官に招かれて夏島を訪れた時に、伊藤公の由緒ある場所にて金子健太郎が記す、そのような大義になっております。文中に見える夏島といいますのは神奈川県の夏島という場所になりまして、ここに伊藤の別邸がありました。その伊藤博文の別邸で金子たちが大日本帝国憲法の草案を練ったということになります。金子健太郎を招いた加藤陳治府長官は後の海軍大将加藤寛治になります。加藤寛治が夏島を統治していました横須賀の陳治府長官を務めていましたのが大正13年1924年から同15年の間になります。ですからこちらの監視もその間に読まれたと推測されます。この金子健太郎は新選組島月などを表した作家下沢寛に、私が新選組の局長近藤勇が使用した長曽根虎徹を持っている、そのような内容の手紙を送った人物としても知られております。そんな金子が記したとても貴重な監視資料になっております。